これ何してるところですか。なんだろうな、バンモスの人たちの打ち合わせ。なんか多分そうだと思いますね。はい、一応なんかつけてますから。わ、テレビ局いっぱいです。まあ今日はねやっぱり。はい、じゃあ今日の予想お願いします。はい、今日はですね 3-0 です。3-0 よし。はい、3-0 で山賀がもちろんボコボコにします。よっしゃ。ボコボコにします。ボコボコにしましょう。はい、今日勝てる要素が3つあるんですよ。はい。3つって3つですか。まず1つ目なんですけど、はい、あのグリムスパンティのライブを昨日見てきました。おやっぱグリムのやっぱライブの後の山が強いです。あ、なるほど、はい、あれボーカルの人声治ったの。あ、治りました。まあで今ちょっとね、まあ、まだちょっと後遺症だかなんだかって言ってたんですけど、はい、ただやっぱライブ自体は本当に戻ってよかったなと思います。はい、2つ目はですね、あの実はあの SNS のフォロワーのですね、あの原よし子さんの存在です。原優子じゃなくて原よし子さんですね。はい、あの原よし子さんが来ると勝てるんですよ。あ、そうなんですか。これはあのシナノグランセローズでも実証済みです。おお、そうなんだ。はい、はい、3つ目はやっぱ安永レオ選手がやっぱり復活するので、あ、まあこれやっぱり一番でかいですね。はい、はい、やっぱり山賀のキュアマジェスティなので、はい、はい、よし、じゃあ3連勝じゃないかった、はい、勝ちましょう、3対0で、はいはい、勝ちましょう、ワンソール、ワンソール、はい、はい、ありがとうございます。亀仙人、亀仙人、山仙人と、よし、頑張りましょう、勝ちましょう、よし、よし、すごい。YouTube にアップしてもいいですか。あ、はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。11時まで飲んでたからな。もう大丈夫、大僕2時まで飲んでました。すげえ。グリムスパンキー来て、はい、グリムスパンキーどこでやったの。稲です。あ、稲で、地元じゃん。はい、で稲ではあれなんですよ、酒飲まなかったんですけど、うち帰ってきたらもう12時で、そっからもう。
あ、なんか、さ、入りました？ちょっと違うな。おめでとうございます。